ベルファイアの方をね、見に来ました。で、こちらのね、フレードが ZG セレクションという星です。はい。で、フロントマスクね、皆さんご存知の通り、かなり力強いものとなっております。はい。で、横から見ますと、このような感じになります。はい。まあ、かなりね、大柄な、ミニバンということになりますね。リアビューがこのような感じになります。はい。威風堂々とした、たたずまいということになっております。ちなみにね、こちらガソリンモデルということになります。はい。もちろんね、サトリスで車外のアルミがついておりまして、純正サイズで、前後とも 215-6R16 というサイズとなっているようです。はい。次、内装の方ね、見ていきたいと思います。失礼します。乗り込みまして、インパネが、このような感じになります。で、メーターもね、新日線に優れた自発光式のものが採用されております。で、ステアリングスイッチもね、もちろん、採用されて使い方がいい感じになっております。で、収納関係がこのようにスライド式で、ドリンクホルダーなども、採用されておりますし、その他の収納なんかもかなり豊富で使い勝手もいい感じになります。で、こちらはね、ちょっと前のモデルということで、オプションのナビなどが採用されております。で、エアコンナノイー対応ということらしいです。はい。で、シフトね、マニュアルモードもね、採用されております。パーキングブレーキやブレーキホールド、電動式のものが採用されております。で、シートを見ますとね、革のシートとなります。で、先端には大型のコンソールがね、採用されております。で、横広域となりまして、電源とかもいろいろと採用されておりますし、深さもね、かなりあるなという感じになっております。シートも、パワーシートということになります。じゃあ次、2列目見ていきたいと思います。2列目ね、こちら7人乗りということで、キャプテンシートということになります。で、乗り降り用のグリップも、採用されております。スライドドアのね、蛍光光もこんな感じになりますね。車内のイルミネーションもね、用意されて、かなり高級感あふれるデザインということになります。で、キャプテンシートということで、2列目ね、かなりゆったり座れるなという感じになります。高さもありますし、リア用のエアコンの操作パネルなども採用されております。センターウォークするということになります。で、3列目このような感じで、3列目もね、それなりの広さが確保されております。で、2列目中央のね、収納もいろいろと採用されております。結構使い勝手のいい、高級ミニバンということになります。じゃあ、最後、ラゲージの方から、見ていきたいと思います。フォアリアゲートではなかったですけど、3列目、展開した状態でも、まあ、それなりの荷室容量が確保されております。はい。3列目もね、アームレストが、大型のものが採用されております。はい。ということで、現行型のベルファイアでした。